2024年3月5日スカイツリーに行ってきました。原神コラボってことでこちらに来ました。めちゃめちゃ可愛いですね。スライムたちも展示品があってとっても可愛いです。天気がめっちゃ良くてね、良かったんだけどすごい逆光になっちゃって、カメラでちょっと調整が難しかったですね。こんな感じにキャラクターたちのイラストが貼ってあってとっても可愛いです。今回はね、この展示部分は上の方は行かず下の方だけ行ってきました。それでカフェの整理券を手に入れることができたので、そのお時間までブラブラしようと思います。お外の方もこんな風に綺麗にラッピングされていました。ちなみに推しはアルベドです。トリプルクラウンしています。でも持ち武器がないので今回の千織さんの武器が合うかどうかドキドキしていますね。そして時間があるので墨田水族館にやってきました。クラゲがとっても綺麗です。これ赤クラゲ的なやつだったかな。クラゲはほとんど水分って言いますけど意識とかはあるんでしょうかね。こんな風にたくさんクラゲちゃんがいっぱいいましたね。展示の仕方がそうおしゃれなんですよ。なんか試験管チックというかビーカーチックというかいいですよね。写し方が、あ、クラゲね。でもなんか江ノ島かなんかでおせんべい売ってますよね。じゃあ多分食えるんでしょうね。でも味とかはしな、あ、うわー綺麗。本当にここ入った瞬間うわーってなりましたよ。ここね、下覗くとすごい光が綺麗なんですよ。いやすごい綺麗ですよね。そう、足元にもクラゲが見えて、ちょっとね怖い人は怖いかもなんですけどすごい綺麗なんで、ぜひぜひ皆さんも体験していただきたいですね。こんな風に足元にも水槽がね見えててとっても綺麗なんです。なんか水槽が反射してないのにクラゲだけ反射するっていうこのシステムどういうことなんですかね。あ、チンアナゴですよ。あの口の大きさで勝敗を決めるっていう一番平和的な喧嘩をするってことで一時期なんか話題になっていましたよね。そして思ったよりもなんか長さがあるっていう、山ほどいっぱいいますね。とっても可愛らしいですね。私の友人が抱き枕持っててそれで寝てるらしいですね。こちらネズミフグだった気がします。なんかガラスにふにゃんふにゃんって唇が当たっててとっても可愛らしくてめちゃめちゃ撮ってしまいましたね。海の魚には確か歯があるんですよね。だからなんか手を入れちゃいけないとかそういう話があったような気がします。ペンギンちゃんです。今ご飯の時間前みたいですごい集まっていましたね。すごい飼育員さんが個体差、この子はアケビ、この子はリンゴとかそれぞれの名前と顔を把握してそれぞれ餌をあげてない子が出ないように管理してるんですって。すごいですよね。金魚ちゃん寄ってきました。可愛いですね。家に飼ってた金魚は和金だけだったのでこういうふくふくした金魚ちゃんってとっても魅力的ですよね。こういった金魚が結構たくさんいて、あ、この子の名前キラキラって言うんですよ。とっても素敵ですよね。輝いています。これはタンチョウっていう名前の金魚だったはずですね。赤いふにょふにょがとっても素敵です。こんな風に提灯が飾られててね、ピカピカと光っていてとっても幻想的でした。金魚すくいとか思い出したりしますね。こちらが大水槽です。迫力があってずっと見てられますよね。エイが一生岩にしがみついてるのが印象的でしたね。大きな水槽、水いいですよね。
そうこうしてるうちに時間が経ち、カフェの時間になりました。とっても夕日が綺麗でしたね。こんな感じでコラボメニューを頼みました。後ろにあるピンコのやつはですね、隅田水族館で取ってきたラッコとアザラシですね。またラッコいますね。こんな感じでコースターは、ソラ君とシャルロットと、パイモンが出ました。こっちはコラボメニューのタグですね。やえみこの桜ソーダフロートですね。こちら上に乗ってるの全部実は生クリームなんですよ。甘党なんで結構いいんですけど、結構甘いの苦手な方はきつかったんじゃないでしょうかね。そうこうしてるうちに映像が流れる時間になりましたね。ちょっとだけね、お裾分けで流しておきます。解答祭の映像でしたので、皆さんもぜひ公式から見てみてください。この映像というか今回の話めちゃめちゃ好きでしたね。ガミンくんの話がとってもいいんですよね。こんな感じでめっちゃ楽しんできました。本当人がすっごい多かったんですけど、ね、最終日前日に行けてよかったです。また来年、まあ近々またやってくれると嬉しいですね。その時はぜひ皆さんも行ってみてくださいね。いや本当楽しかった。山吹のんでした。またお会いしましょう。